皆様おはようございます。今朝もこの時間まず賛美を持ってまいりましょう。あがめます主の皆、心からあなたを素晴らしい素晴らしい、あなたの皆、栄光と誉れを捧げます、あなたに想いなる主イエス君よ。もう一度あがめます、あがめます、主の皆、心からあなたを素晴らしい、あなたの皆、栄光と誉れを捧げます、あなたに想いなる主イエス君よ。見つめ続けます、見つめ続けます、あなたを今日も決して離れない、イエス様、あなたを私の日々の力となって力となってください。私の今日の力となって力となってください。もう一度見つめ続けます、見つめ続けます、あなたを今日も決して離れない、イエス様、あなたを私の日々の力となって力となってください。私の今日の力となって力となってください。私の日々の力となって力となってください。私の今日の力となって力となってください。私の日々の力となって力となってください。私の今日の力となって力となってください。もう一度最後に私の日々の力となって力となってください。私の今日の力となって力となってください。皆様おはようございます。2020年7月26日主日礼拝を始めます。しばらく総額のうちに静かな黙祷の時を持ちましょう。
私こそ神であることを知れ、聖であり愛である天の父なる神よ、今日この朝私たちはもう一度あなたの前に頭を垂れ、あなたを主、あなたを我が神として仰ぐこの聖なる時を心から感謝申し上げます。神よ、いつも私たちはここで集い、共に賛美し、共に祈り、共に御言葉を聞き、共に交わり、神よ、しかし今日はどうか今それぞれの場所にあってあなたを礼拝するお一人お一人の心に、その場所に、そのご家族に、あなたご自身が御霊が出向き、その場所であなたの素晴らしい祝福、力、励ましをお一人お一人にお与えくださりますように、あなたの御業を期待します。あなたを愛します。どうかしよう、あなたに集う、あなたを愛し、あなたを信じる一人一人をあなたの力強い御手で今週もお守りくださいますように。主よ、どうか心の静けさ、魂の静けさを与え、ここに神の栄光、御業を表してくださいますよう。今日あなたがお立ててくださいました神の器に油を注ぎ、その御言葉が、その言葉が人の言葉にではなく、神よ、御霊よ、あなたが一人一人に命の言葉をお語りくださりますように信じます、お従いします。尊い主イエスキリストの名前でお祈りします。アーメン。さあ、それでは、今日の、聖書の前に主の祈りをご一緒に唱えたいと思います。ご起立いただけますでしょうか。主の祈りご一緒に唱えましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願くは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。どうぞご着席ください。本日の説教箇所、聖書をお読みいたします。旧約聖書創世記の41章、旧約聖書、57ページになります。旧約聖書57ページ、創世記の41章14節から16節まで、口語訳聖書でお読みいたします。創世記41章14節。そこでパロは人を使わしてヨセフを呼んだ。人々は急いで彼を地下の獄屋から出した。ヨセフはひげを剃り、着物を着替えてパロのもとに行った。パロはヨセフに言った。私は夢を見たが、これを解き明かすものがない。聞くところによると、あなたは夢を聞いて解き明かしができるそうだ。ヨセフはパロに答えて言った。いいえ、私ではありません。神がパロに平安をお告げになりましょう。アーメン。それではこの箇所より梅津義道伝道師に、今日ヨセフ物語シリーズの4回目、いいえ私ではありません、いいえ私ではありませんと題してメッセージを取り継いでいただきます。改めまして朝のご挨拶をしたいと思います。皆様おはようございます。おはようございます。お元気にしておられるでしょうか。アクリル板に囲まれてなかなか不思議な新鮮な気持ちですけれども、この朝も新鮮な思いを持って礼拝を捧げてまいりたいとそのように思います。まずは日曜学校のメッセージからです。はい、日曜学校の皆さん、元気にしていますでしょうか。先生も元気にしています。今日はみんなと一緒に賛美を歌いたいなと先生そう思っています。
なかなか日曜学校で集まってみんなで賛美をするっていうのももうしばらくしていないんじゃないかな、何ヶ月していないかなというふうに思ったので、みんなで一緒に、まあ、それぞれの場所ですけど賛美を捧げるのはいいことじゃないかなというふうに思って、先生賛美を歌いたいなと今思っています。皆さんは愛されているという賛美を知っているでしょうか。もしかしたら知らないよっていうお友達もいるかもしれないし、もしかしたら読売ランドで賛美したことがあるよっていうお友達もいるかもしれません。先生の大好きな賛美です。みんなで一緒に歌いたいなというふうに思います。実はパワーポイントも出ていると思いますけども、一緒に歌詞を見ながら賛美していきたいと思います。もし知らない人はこの時ちょうど覚えてもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。ピックがない、ピックがない、ピックはいらない。はい、では賛美したいと思います。この賛美です。世界中賛美ですね。実は振り付けもあるので、ぜひ一緒に覚えて、みんなでね、やがて集まった時に振り付けと一緒に賛美したいなってそう思います。この歌詞にあります、まだパワーポイントを多分出してもらってると思うんですけど、世界中でたった一人僕は愛されるために生まれた、ね、そして誰にどんなこと言われたとしても君は愛されている、神様の大きな愛に包まれている、素晴らしいと思います。聖書の御言葉にこうあります。マタイの3章17節、マタイによる福音書3章17節、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。今パワーポイントにも出ていると思うので一緒に読みたいと思います。大人の人も一緒にぜひ読んでもらえたら嬉しいです。では行きましょう。3、はい、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。アーメン。パワーポイントの下のところにイエス様が洗礼を受けているその絵があると思います。これはイエス様が洗礼を受けるときに天の父なる神様がイエス様にプレゼントした言葉です。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。これと同じことを皆さんにも語ってくれます。神様の愛があるとなんだか元気が湧いてくる、勇気が湧いてくる、さあ飛び出そう、今踏み出そう。これは歌詞歌ってるだけじゃないです、本当のことです。みんなもぜひこの1週間、この神様の愛を受け取って一歩踏み出す、そんな1週間を過ごしてほしいと思います。では、また一緒にいつか賛美したいと思いますけども、お祈りして終わりたいと思います。お祈りします。
優しい天のお父様、あなたのご愛を感謝します。この1週間もどうぞ僕たち私たちをあなたの愛で包んで守り導いてください。感謝してイエス様の名前でお祈りします。アーメン。はい、これで今日の子供メッセージを終わりたいと思います。それでは大人のメッセージに入りたいと思います。はい、今朝もインターネット礼拝、制限の中でありますけれども、礼拝を捧げる素晴らしさというのは変わらないと信じ、私たちこのように工夫して、できるだけの精一杯を持って、礼拝を共に捧げてまいりたい、そして捧げられることを心から感謝したいと思います。そんな中で先月はユースの賛美の動画を特別賛美の中で柴田先生が流してくださいました。皆様覚えておられるでしょうか。実はアルゼンチン宣教師のホアンさんがやりましょうというふうに提案してくれて、また彼が一生懸命こう編集してくれて形になった、そういうものなんでありますけれども、初めはですね、内々でやる、ユースでやるということでですね、みんなでこう同じものをやって励まし合いましょうみたいなことで始めたんですけれども、ですから私も恥を捨ててと言いましょうか、少し頑張ってと言いましょうか、この限られた画面もういっぱいいっぱい、はちきれんばかりにこうもう動いて、もう本当に神様賛美してるって表現して、ちょっと頑張ったわけですね。それがですね、いつの間にか気がつかないうちに礼拝の特別賛美でお披露目されるということになりまして、いやこんなはずではなかったなと、皆さんに見られてしまうのかとか思いながらですね、それでも感謝したわけなんですけれども、さらにそれが教会のホームページに載ることになって、そしたらそれがもう誰でも見えるわけですよね。そしたら大和の教会の若者が、吉見先生見ましたよみたいな、画面からはちきれんの見て笑いましたみたいな、なんかそんな反響も返ってきて、いや参ったなと思っていたんですけども、そしたら極めつけは、ホアンさんがその動画にスペイン語でこの字幕をつけてアルゼンチンの教会に送ったっていうんですね。それでそのアルゼンチンの教会がの中で礼拝で流されて、それが励ましになっているということで、気がつけばなんかすごいことになっているなと思って主の御名を崇めました。不思議だなとそういうふうに思います。制限の中で始めた小さなこと、できる限りの小さなこと、それが気がつけば広められていって、そして地球の裏側まで届けられて用いられているという、私たち今は制限の中にありますけれども、そしてなかなか自分の思う通りにいかないことが多いですけれども、でもだからこそ神様の主権の中にあることを覚えて、これからも主のなされる不思議なことを共に体験する教会であったらいいなと、そのように思います。さて、私は今ヨセフ物語から毎月一章ずつメッセージをさせていただいてますけれども、今朝は少しだけ前回40章の振り返りを持って始めていきたいと思います。前回ヨセフがいたところ、それは深く暗い牢獄の中でした。そこでヨセフは2人の人物、給仕役の長とまた料理役の長と出会います。ある朝この2人が、私たちは夢を見ました、しかし夢を解いてくれる人がいません、そう悲しむ彼らにヨセフは答えます。解くことは神によるのである。これが前回の中心でした。ヨセフは神の解き明かしを、夢の解き明かしをします。すると、どうやら給仕役の長は、牢獄から出られるということで、ヨセフは給仕役の長にお願いします。私は何も悪いことしないでここにいます。だから、あなたが牢獄から出られたら、私をこの場所から出してほしい。私を覚えてほしいと。ここでヨセフが私、私、私と言っておられる、この繰り返し主張していたことを覚えておられると思います。それから3日目、給仕役の長は牢獄から出ることができました。そしてヨセフも晴れて牢獄の生活から自由の身にとはなりませんでした。3日経っても4日経っても全く状況が変わらない。1週間、1ヶ月、時が過ぎていく。その続きが今朝の創世記41章です。一節を皆様とご一緒に読みしたいと思います。41章の一節、旧約聖書を先ほどお開きいただきました。創世記の41章の
一節、です。と言いましょう、3、はい。2年の後、パロは夢を見た。夢に彼はナイル川のほとりに立っていた。アメン。2年の後と書かれています。決して短くない月日が流れています。そしてここにパロとあります。新共同訳ではファラオとあるように、それは当時のエジプト王のことを指しています。このパロがある晩夢を見ました。その夢は2つでした。1つはナイル川から出てきた名牛7頭、声太った名牛7頭がその川から出てきた。そして後から出てきた痩せ細った醜い名牛7頭がそれを飲み込んでしまう、トム食いといいましょうか、そんな夢でした。そしてもう1つの夢は、一本の茎に7つの実りがある、実りの良い穂があって、それが後から出てきた、痩せ細った穂に、飲み込まれてしまうという、そんな夢でした。パロはそれを見て心を騒がせました。朝になってどうしてもその意味を知りたい。そこで国中の魔術師、占い師、知恵ある者を集め、誰か夢を解き明かしてくれないか。でも誰もわからない。さあ一体どうしたものか。その時に一つの声が上がります。41章の9節から13節までお読みします。その時求弱の長はパロに告げて言った。私は今日自分の過ちを思い出しました。かつてパロがしもべらに向かって行き通り、私と両役の長とを自衛長の家の監禁所にお入れになった時、私も彼も一夜のうちに夢を見、それぞれ意味のある夢を見ましたが、そこに自衛の長のしもべで一人の若いヘベル人が我々と共にいたので、彼に話したところ、彼は我々の夢を解き明かし、その夢によってそれぞれ解き明かしをしました。そして彼が解き明かした通りになって、パロは私を職に返し、彼を気にかけられました。このところであの求弱の長が出てきます。彼はかつて自分が牢獄にいた時に出会ったその存在、夢を解き明かした存在、ヨセフのことをパロに伝えるわけですけれども、この9節の開口一番のところで彼は言います。自分の過ちを思い出しました。思い出しました。それはつまりすっかり忘れていたということです。2年のもの間、長い間、彼はヨセフのことを忘れていました。ヨセフは求弱の長から忘れられていました。先が見えない暗闇、人生のどん底、この状況を一刻も早く何とかしてほしい。しかし長い間忘れられていて、その時が来たのは2年も後のことだったといいます。実はこの2年に意味があった、神の時が満ちたのだと、アシュラム運動やチーロバ先生で有名な榎本康郎先生は言っています。その上で先生はこのように文章で語っておられますので、少し読みたいと思います。ある人が神を信じる者の暗さはトンネルの暗さだと言った。トンネルの暗さには終わりがあり、やがて輝く栄光へと通ずる暗さなのである。昼はあなたのもの、夜もあなたのもの、詩編にあるが、暗い夜も神のものであるがゆえに、神にあるものはいかなる暗さもそれが終着駅ではないのである。いな、それこそ日の出前なのである。そのように語っています。神を信じる者の暗さ、それはやがて輝く栄光へと続いている。どんな暗闇に思えてもそれはそこで終わりなのではありません。今世界が、日本が暗闇に覆われている中、私たち日々そのようにニュースを見聞きするわけですけれども、しかし神様は決して私たちを忘れておられず、明るい昼だけではなくて暗い夜、それもあなたのもの、主のものであるという、このいつ明けるのかと思うその暗闇も主が治めておられる、主のご主権にあることを今朝覚えてまいりたいと思います。神の時が満ち、やがてトンネルの先にある栄光の光を主にあって待ち望むものでありたいと、そのように思います。今朝も CD、DVD、インターネットを用いての礼拝ですけれども、いい意味でこう慣れてきたんじゃないかなと、そういうふうに私は思っております。今朝もこのようにして、守れることは素晴らしいことだなと思っているわけですけれども、この今皆さんは多分
教会のトップページからいらしてらっしゃるんじゃないかなと、そのトップページで見ておられるその画面の下側には、インターネットで礼拝をご覧になった方はこちらからご記帳できますというふうな表示がされていて、すでに皆様こうご活用してくださっていると思いますけれど もうそのこの内容というのが本当に素晴らしくて、というのは出欠だけではなくて皆様 の感想も書いてくださっていたり、一言書いてくださったりする中に、励ましやまた発見があって、本当にこう感謝だなと思いながら読ませていただいております。その中にですね、一つ一つ読んでいたら、あれっていう思う名前があったんですね。なんか見慣れないなというか、見覚えがあるなというか、よく見てみたら、大和の教会にいた時に、中高生課担当していましたけれども、その小学生から知っている今は高校生の男の子が、あそこに、教会にはもちろんないんですけれども、感想を書いてくれていて、ああすごい感謝だなと思って、こんな内容が書いてあったんですね。少し恥ずかしいですけれども、読んでみたいと思います。久しぶりです。ヨセフ物語シリーズ3、解くことは神によるを聞きました。久しぶりの吉見先生のメッセージは懐かしくもあり新鮮でもありましたが、何より感動しました。家族全員で感動しました。メッセージや証の構成的に、なんか先生がやんちゃで最後見してたクリスマスメッセージのことを思い出しました。やんちゃに戻ってきてくれ、先生と一緒にまた野球がしたいなって、可愛らしい内容だなとそう思いました。ただ高校生にしてこのメッセージ証の構成に目をつけるというのもなかなかだなというふうに思いましたけれども、続けて英語と日本語でこう書いてあったんですね。パワーポイントに出ていると思います。 For with God nothing will be possible. The best is yet to come. 私たちに神様がご一緒してくれるなら不可能はないと信じ、もっと素晴らしいことを用意してくれると用意していると言われる神様に期待します。アーメン。素晴らしいなと思いました。暗い話題が多いというお話をしましたけれども、この時期我慢を強いられて暗い中にいるというのは私たち大人だけではありません。子どもたち若者たちもそうであります。それでも神様に目を向けて、主の主権を覚えて、主の時にかなって用意しておられる素晴らしいものを信じる、そのように前進する、そのような思いをもらいました。ですからこの日本語のところをご一緒にお読みしたいなとそう思います。私たちにというところからですね、木松さん、はい、私たちに神様がご一緒してくれるなら不可能はないと信じ、もっと素晴らしいことを用意していると言われる神様に期待します。アーメン。やがて神様の時が満ちます。そしてついにヨセフは牢獄から出てきます。41章の14節です。そこでパロは人を遣わしヨセフを呼んだ。人々は急いで彼を地下の牢獄から出した。ヨセフはひげを剃り着物を着替えてパロのもとに行った。ヨセフはパロからお呼びがかかると、ずっと牢獄にいましたので、ひげを剃って服をきれいにして、そして、王の前に行きました。当時のエジプト人は綺麗好きだったとも言います。そして王の前に出るということもあって、これだけ丁寧にして、そして王の前に出たということであります。それは私たちの礼拝の姿勢も同じだと思います。主の前に、王の王なる主の前に綺麗にして、綺麗なお洋服を着て、綺麗な格好をして、前に主の前に出るという。そしてパロはヨセフに言います。あなたは夢を聞いて、そして解き明かしができるそうだと。それに対してヨセフは答えます。16節。ヨセフはパロに答えていった。いいえ、私ではありません。神がパロに平安をお告げになるでしょう。いいえ、私ではありません。神が平安をお告げになるでしょう。ヨセフが変えられているその姿、それをここで見ることができます。牢獄の中で私、私と求事役の長に主張していました。もっと遡るならば、兄弟たちの前で、また父親の前で、自分は王になる、そのようなそのように思える夢を語っていました。私の夢はこうだったんだよ。しかしここでヨセフは言っています。いいえ、私ではありません。神が平安をお告げになるでしょう。いいえ、私ではありません。タイトルにさせていただきましたけれども、そこには神様の主権を認める、
ヨセフの姿がありました。問題を解決するのは、夢を解き明かすのは、平安を与えるのは人ではない、神様であるということです。ブリッジフォーピースというクリスチャン団体があります。クリスチャンとユダヤ人の間をその仲立ちをするような団体ですけれども、その2つ両者の間には、歴史の中で深い溝があるわけです。そこに平和の架け橋、ブリッジフォーピース、そのような存在となるべく働いておられています。実は私もこの団体を通してサポートを受けてイスラエル旅行に行かせていただいたので非常に感謝しております。このブリッジフォーピースが刊行している機関誌の月刊オリーブというものがあります。その8月号の表紙に、やめよ私こそ神とありました。詩篇46編、新改訳ですけれども、今年の私たちの教会の標語が書いてあって、柴田先生がこう祈り導かれて、その御言葉が書いてあるなと思いながら、こう手に取ってみました。その中には、イスラエルも今、コロナの影響で大変な状況に直面しているということが書かれていました。7人に1人は住まいを失う恐れと戦っているといいます。 14.1% の人々は食べ物を買うお金がないために食事の量を減らしている。人口の約 33% はストレスや不安を感じ、そのうちうつ病態に陥る人、孤独を感じている人が増えているのだと。そして人口の2割の人々は職を失ったと、そのように書かれていました。そのような中でユダヤ人、イスラエルの人々も今自分の心を探り、神様が何を語っておられるのかということを理解しようと必死になっているといいます。今インターネットにこんな言葉が、ヘブル語の記事が投稿されているということが紹介されていました。自然を当然だと思っていた。でも今家を出ることができない。両親を尊敬していなかった。でも今直接会うことができない。教師を軽く扱ってきた。でも今学校は閉じている。いらないものにお金を浪費してきた。でも今ショッピングモールは閉店している。余分に車を持っている。でも今道路は空っぽ。他人と本当のつながりを持つのをやめてきた。でも今隔離されている。外面的な美を大切にしてきた。でも今顔はマスクで覆われている。明日がないように生き続けることはできない。もしそうするなら明日は来ないであろう。立ち止まって自分の人生を考えよう。このウイルスがやり直しのチャンスを与えてくれたから、考えさせる投稿だなと思いました。私たちが今置かれている状況、もちろんイスラエルとは少し違いますけれども、でも同じコロナの影響下になる中で、私たちが気づいていること、誰もが気づいていることがあると思います。それは当たり前は実は当たり前ではなかったということ。私たちは神様の恵みによって与えられている一つ一つのことがあります。いつしかそれを当たり前になって、そして神様を忘れて、知らず知らずのうちに自分本位になってしまったのではないのかな。聖書はそれを罪と言っています。気がつけば神を忘れ、自分本位に生きてしまう私たちに、神様はそれでももう一度やり直すチャンスを与えてくださいます。それこそがイエス様の十字架です。イエス様の十字架によって私たちはもう一度新しいスタートをやり直すチャンスを与えられるのであります。詩篇46編、静まって私こそ神であることを知れ。新改訳ではやめようとありますが、ヘブル語ではラファ、明け渡し、放棄、解放を意味しています。ヨセフは兄弟に捨てられ、エジプトで奴隷となり、果ては牢獄で生活することとなります。それは2年どころではありませんでした。この時まで10年以上の長い月日が経っている。その
長いトンネルを経て彼は自分ではなく私ではなく神の主権を知ったのではないでしょうか。自分で握っていた主権を少しずつ明け渡して放棄し、彼は暗いトンネルから出てきました。ユセフは牢獄から今度は自分自身が解放され、パロの前で言います。いいえ、私ではありません。神が平安をお告げになるのであります。そして彼はパロの夢を解き明かし、そして彼はエジプトの王、総理大臣としてなっていくという、この後の続く話であります。ペテロの手紙、第一の手紙5章6節7節にはこのようにあります。ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。この御言葉にあるように神様が心配してくださる。ですからすべて私たちの思い煩いを主に委ね、そして神様の力強い御手があなたの上に歩みにあるようにあるときに、神様の時、主の主権の中で必ずヨセフがそうだったように引き上げられていくのであります。最後に一人の野球選手の話を、証しを持ってメッセージを終えたいと思います。日本のプロ野球、福岡ソフトバンクホークスのデニス・サファテ投手、彼はクローザーとしてシーズン最多セーブの日本記録を持っていて、日本で長年プレーをしている選手です。彼はまだアメリカにいたとき、このように思いました。子供の頃から夢に描いてきたものはもうすべて手に入れた。実際彼は野球の最高峰のメジャーリーグでプレーしていました。そして大金を稼いでいました。また豪華な家に住んで高級車に乗っていました。綺麗なパートナーがいて、そして可愛い2人の子供も授かりました。もう欲しいものはすべて手に入れたとそう思っていました。しかしそれでもなぜか幸せを感じることができない。気がつけばいつももっと新しい何かを手に入れたい。その心の中は空っぽでした。それからしばらくしてこのサファテ投手は日本のプロ野球、広島のチームに入団します。その日本に来た最初の夏、彼はイエス様と出会いました。この日彼は広島の自宅に座っていると、突然どうすることもできない気持ちに襲われました。その場で泣き崩れ、膝をかがめ、神様に許しを請い祈りました。そしてイエス様を心にお迎えしました。彼は言っています。私は神様からの呼びかけにずっと逃げ回っていました。でも神様は決して私を見捨てることがありませんでした。心の中まで見通せる神様からすれば、私は罪人ですが、イエス様はそんな私の罪を償うために十字架の上で命を捧げてくださいました。私はそれに気づき、今まで感じたことのなかった心の平安と喜びを得ることができたのです。彼は欲しいものは全部手に入れた、そう思っていました。しかしいつも何かが足りない、その心が空っぽでした。それを満たしたのは、それは自分の思うように生きることではない、神の中に生きること、自分を神の前に膝をかがめ、そして神をイエス様を主として自分の中心にお迎えして、そのように生きたときに心の平安と喜びを得ることができたと言います。ヨセフは、私ではありません。いいえ、私ではありません。神が平安を賜りますと、そのように言いました。その時に彼は引き上げられました。彼自身も暗闇から光へと移されました。私たちも、この主の主権を覚えて、神様の平安をいただき、この一週間も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。主よ、足りない言葉でありますけれども、御言葉をもってあなたが語ってくださり、どうぞ聖霊様働いてくださいますようにお願いします。
あなたの主権が私たちともにありますように。お委ねしてイエス様の前でお祈りします。アメン。今日も、素晴らしいメッセージを聞くことができて、私たちは、共に集まることはできないんですが、感謝だなと、そう思います。梅津先生もそのメッセージにおいても賛美においてももう世界で有名人となってしまったような感じがありますけども、不思議ですね。このネットを通して私たちは福音を世界に届けることができる、そういう時代に来ているんだっていうことはすごいことだなと思いますね。アルゼンチンからオファーが来たら、先生に行ってもらったらいいかなと思いますが、夜夢を見たと、二人のしもべもパロも夢を見たって。でもよく考えると夢というのは夜に見るものでありましょうね。神は私たち人に夢を与えてくださった、そう思うのでありますね。人は夢を見るものであるということでありますね。しかしその夢を解かれる方があるという、いいえ、それは私ではありません、このお方によるのです、神によるのですと。ヨセフもどうしてこんなに2年も10年もなんでこんなに次々忘れられて忘れるのかなって、私たちもよく忘れるものではありますが、これももしかすると神の見てがあるのかなと。理由が、目的があるんではないかと、そう思わされるので、ありますね。神は、きっと、私たちの夢を解く前にもう一つ解かなければならないものがあるということかなとも思うのであります。私たちの願い、夢の前にまず私たち自身を解かなければならない、私たち自身を罪から解き放たなければならない。そしてこの2年10年ヨセフにとってでさえ私たちにも必要な時であるのではないか。その時にこそ神はまず私たちを変え、清め、新しくしてくださるのではないかと、そう思うのでありますね。トンネルのお話もありましたが、トンネルというのは穴では、洞穴ではありませんでしょう。洞穴とトンネルとの違い、それは明らかでありましょう。そうです、向こう側に同じくらい場所であっても向こう側に出口があるかないかっていうこと。トンネルというのは必ず、今見えなくても出口が、光が見えなくてもその向こうに必ず出口がある、それを信じて進んでいく、それこそが私たちの信仰ではないかなと、そう思うので、あります。私たちを、私たちの心を、私たちの人生を、私たちの明日を解いてくださる方が私にはある。だから私たちは今見えなくても、今暗くても、できなくても、私たちは私の人生を解いてくださる方にしっかりと結びついて歩んでいくことが大切なんだろうなと、そのように思わされた次第であります。多くを学んだと思います。多く主の語りかけを皆さんもその心の内に今日お聞きになったことと思います。さあ、今しばらくの間このお方に私たちの心を開いて、主よ、あなたに私の人生を、私の明日を
を委ねします。どこまでもあなたについていきますと、そうともに祈ろうではありませんか。しばらく祈りの時を持ちましょう。愛する天皇と様、今日も若きヨセフの生涯からあなたがどのように彼を整えたか、変えられたか、ヨセフでさえもあんなに長い期間が必要であったことを私たちは今日覚えるものでございます。神よ、トンネルは一つの意味では一番の近道でございましょう。暗くてわからないそんな道こそ一番近い道である、天国への一番近い道であるということでもありましょう。だから死の影の谷を通る時もご一緒してくださるイエス様、あなたとご一緒に私たちはどこまでもいつまでもついてまいります。どうか私たちをも、どうかこの人生解き放ってあなたの器として、どうかお持ちくださりますように心からお願いをいたします。この今日語られたメッセージがお一人お一人の心の中にとどまり、今週もこれからもずっとあなたの恵みにどうか生かさせてくださりますように。コロナとの戦いの中で多くの方々が苦しんでいます、傷んでいます。どうか主よ、あなたの助けが、力強い御手がお一人お一人を支え守りお導きくださりますように心からお祈り申し上げます。どうかこの時代この時、あなたの恵みが、あなたの癒しが全地を覆いますように、そして私たちがもう一度このトンネルを抜けて、この世界が新しく互いに愛し合う平和な、どうか新しい時代と世界となりますように、神よ、どうか我らを憐れんでくださりますようお願いを申し上げます。医療関係者、また公的なお仕事についておられるお一人お一人の上に主の守りありますように、施設に入っておられる方々、病院にあられる方々、ご自宅にあられる方々、一人一人をどうか支えてくださり、励ましてくださって、どうか今週も天を向いて元気に、神様、一歩一歩と前進させてくださりますように心からお願い申し上げます。小山先生の上にあなたの癒しの御手を持ってお望みくださるよう、尊き主イエスキリストのお名前で感謝してお祈りします。アーメン、アーメン。さあ、それでは一度ご起立くださいまして、最後に唱詠、539番雨土こぞりで、これを賛美して閉じたいと思います。仰ぎ恋願くは、主イエスキリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊様の親しき御交わり、我ら一同と共に、常に限りなくあらんことを。アーメン。どうぞご着席ください。皆さんのお手元にはございませんが、ホームページの方に、掲載されています手法、少しご案内をさせていただきたいと思います。礼拝中止継続、先週に続いて今日もネット礼拝のみとなっております。ご心配でありましょう。どうぞご理解くださって、ご協力くださりますように、お知らせ内容が詳しく、ホームページの方にも周報にも記されておりますので、お読みくださりますように、
お願いいたします。来週の礼拝ですが、分かりませんまだ、このような形でネットのみになるか、あるいは、予約条件付き礼拝をもう一度再開することができるか、今週の金曜日に、教会のホームページで発表いたしますので、金曜日以降に、ネットアクセスのない方はご連絡いただければ、とそのように、思います。再開されたとしましても、以前と同じように第1第2礼拝は、予約が必要な、まあ、第3礼拝は予約が必要ではありませんが、再開されることになったとしましても、そのような形での予約礼拝となりますので、覚えていただきたいと思います。また、ネット配信につきまして CD、DVD と、ご必要な方、どうぞ遠慮なく教会の方にメール、電話と、ご連絡いただけますならば、送料無料で、DVD、CD、修法、そして心のエステ、そして、現在すでに届いていますリビングライフの8月号、このような時ですから、これらの詳しい解説とちょっと感動的な、ね、証やストーリーも出ていますし、これをもってですね、日々主が支えてくださるように、御言葉に養われるように、ぜひですね、申し込みいただければ650円ですが、送料無料でこちらも お送りさせていただきます。料金の方はですね、また教会に来られましたときに、そのときにまとめてお支払いいただければと思いますので、どうぞご心配されませんように、お願いいたします。また過去の CD、DVD、手法等もございますので、たくさんありますので、ご希望があれば、どうぞ申し出ていただければと、そのように思います。以上でよろしいでしょうか。何か漏れていますですかね。大丈夫ですか。はい、それではですね、皆さんもこの1週間守られるように、牧師祈っておりますが、お互いのために祈りつつ、また来週主にあってお会いしたいと思います。最後に感謝の大きな拍手をイエス様に送りたいと思います。主を感謝します。皆様ありがとうございました。